はいどうもこんにちは、これです。今回は今更なんですけども、しげしげで異形の存在やっていこうと思います。しげしげにカムイ継承で九州猛攻対策、ロミアにエグゼイド継承で LG プラス創作化耐性対策、ゼラに朝倉用装備継承で、火力出すようですね。そしてロミアにねカボデビで毒目覚め対策、そしてコマさんにボンタ君って感じになってます。じゃあこちらのパーティーで実際に異形の存在やっていこうと思います。行きましょう。ちなみにフレンドはヤシャマル装備継承で行こうと思います。でまあ、なんで今更こんなパーティー使ってるかっていうとね、まあ単純にネタ切れだからですね。はい。なのでやっていこうと思います。でまあ一応言っておくとですね、ネタ切れってわけじゃないんですよ。ネタがないだけであって、ネタ切れではないんでね。まあそこは分かってもらえたらなと思います。はい。じゃあまず1階層全体攻撃で倒していきます。で、一応なんですけどね、しげしげは正直ランク上げリーダーなんで別に異形とかで使う必要性はあんまりなくて、例えばね、極連とか天元とか異形の存在のね、マルチ周回パーティーとか、そういう場面で使うことが結構多いと思います。じゃあなんで今俺は、ね、このパーティーを異形の存在で使ってるかと言いますと、まあこれは、単純に大体こんぐらい経験値がもらえるよっていう目安で知ってほしいからなんで、あんまり別にね、特に理由がない限り異形の存在をソロで、しげしげでいくとかっていうのはおすすめはできません、別に。まあ、ただ一応ね、もしクリアできるとすごい美味しいんでね、そこは知っといてもらえればなと思います。はい。でこことかもね、意外と危ないんでね、普通に。次赤オーディンが 27,000 飛ばしてくるんで、回帰力も結構ギリだったりして、なんかね、安定感もそんなめちゃ高いってわけじゃないんで、このパーティー。だから別にソロで行く必要性はあんまりないです。まあ、ただ一応ね、まあ、今日はソロでやろうと思います。はい、じゃあここはちゃんと回復4ゲシ入れて回復して突破していきましょう。で、続きまして4階層。オーディン階層はまあ普通に倒すだけですね。まあ、つっても序盤はもうね、結局異形の存在で大して変わんないんで、まあ、ただなんか異形の存在やってるだけですね、普通に。言うてでもね、しげしげって普通にやばくてさ、256倍かな木の3コンボで出て、これが、まあ、サレーネだったら考えられなくない？サレーネで2倍でしょ確か。いや、もう圧倒的格差だよね、マジで。やばいでしょ、知ってること。で、スキムも3つ持ち出してね。もう超優秀なんで、まあ、もう正直サレーネはもう、消えた。この世から。いや、言い過ぎたわ。まあ、サレーネもね、実は光花火持ってるんで、全然ね、しげしげと使い分けされるんですよね。そう、やっぱり光花火の影響ってすごいでかくて、うん、2ターンヘイストプラス光花火ってね、本当に便利なので、まあ実際どっちも強いって感じで、まあしげしげいるからサレーネ二度と使われないわなんてことは絶対にありえないんですが、ただやっぱり使いやすい気にもね、まあサレーネに何かしらのスキルをアシストして使うということがね、やはりこのゲーム多いですから、正直、今までの周回編成見てると。まあそういう編成のほとんどがしげしげの方が、まあスキルブースを3つ持ちだからいいよねってことになって、使い分けされていくと思います。はい。で、ここも突破していきましょう。だからその点でもしげしげはやべえよなっていうのは言えると思います。はい。ちなみにまあ一応ですけど、異形の存在のね、闇アグには 99% ダメージしてこないんで、闇ケケはいりません。 99% ダメージからのリダチェンしてる場合先制なんで、なのでコマさんのリダチェンは必ずね、闇アグに以降でお願いいたします。5ターンで溜まっちゃうけどね、我慢して使わないでください。はい。で8階層操作負荷耐性は積んでるので問題ありませんと。じゃあここはカボデビ使ってあげて、コマさん打ちましょう。あー、木が、まあ、ただこっからね、コマさん使ってあげることによって軽減は晴れますので、まあ、その安心感すごいね。俺間違えて今しげしげ使ったね。これは終わったな。結構やらかしましたね、今しれっと。今結構なかなかなことしましたね。まあマシンアテナ来なかったらどうにかなるんで、まあ、ただマシン当てな階層までカットしましょう。さあ結構進みましたね。はい。とりあえずこれは倒していきます。で続きまして11階層ですね。さあ問題のね、次のこの次の階層がね、マシン当てなもしくはビッグフットなんですが、まあどっちが来るかですね。あ、マンティコアか、マンティコアですね。あれどっちだっけ、ビッグフットか、ビッグフットですね、ごめんなさい。でとりあえずここは、まあ、普通に倒していきます。よし。まあ、ここで次マシンアテナが来た場合はまあまあ25ターン耐久してやろうかなと思っているんですが、まあ、多分耐久できないんでやり直します。でビッグウッドの場合はまあ大丈夫なんで、さあどっちですか。はい、ありがとうございました。カット。はい、ということでただいま帰りました。やっていこうと思います。はい。ここはねロミアからのカメ打ってあげて、あぶねー、あコマさん打っとくか。じゃあコマさん打ってあげて、そしてカメ使います。あとは普通に倒していきましょう。いきます。
でまあね、しげしげやっぱりね、使ってて思ったのが安定感低いんですね。まあこれはもうランク上げ理論で当たり前なんですけど、やっぱリダチンするまでは結構正直安定感はかなり低いです。はい。なのでまあそこまでが怖いんですが、正味異形ぐらいならもう今コマさんにリダチンしてあげれば、ね、コマさんにリダチンしてあげれ、コマさんだっけどっちだっけわかんないけど、リダチンしてあげればまあ十分安定感あるんでね、そこまで心配いらないと思います。さあそしてまあ安定感はルーレットですね。このルーレットは危険損してる今この状況だと嬉しいので全然ありがたいですね。はい。じゃあここでまず、回復1個作ってもらって、そしてキドロップ1個作ってもらって倒していこうと思います。行きましょう。まあ異形はね8コンボでいいんで、もう8コンボなんてはっきり言って朝飯前ですよ。任してください。これで火も作っちゃってね。はい、こんな感じで普通に倒していきます。いいですね。やっぱ裏イカやってるとコンボ数どうしてもめんどくさいなってイメージありますけど、異形の場合ねマンティコアはめっちゃ楽なんでね、これで倒していこうと思います。あれあれマジですか。まあ、スーパーしていきましょう。じゃあちょっとキドロップ枯渇してるのが気になるところではありますが、まあそこまでの問題ではないでしょう。しっかり盤面でキドロップ作ってあげようと思います。いきましょう。よいしょ。 OK。 あとは8コンボ組むだけですね。あー水欲しかったな。ナイス。これ欲しいな。完璧。こんな感じで9コンボ組んで倒していこうと思います。はい。まあ、回復だけはねちゃんとしておかないと負ける可能性あるんで、そこだけ注意。まあ、これで倒していこうと思います。どうしようかな。風でルーレット消そうかな。あ、でもどっちみちこっちでしたね。まあ、これは消せないんで、まあ、適当に3段耐久します。カット。はい。じゃあ普通に倒していこうと思います。まあ、ゼラバインド食らっちゃってますけど、まあどうせあと2ターンぐらいなんで大丈夫ですね。はい。メイン耐性は 100% なんで問題なくて、じゃあ倒していこうと思います。いきましょう。いきます。しっかりと追い打ちだけ組んであげて、で追い打ちじゃないごめん、回復だけ消してあげて、よいしょ。ここでこうですね。はい。これで全部落ちてるんで、ちゃんと倒していこうと思います。まあ万が一、この後発狂食らってもこの HP なら耐えれるんで大丈夫ですね。はい。これで突破していきましょう。ナイス。でちょうど次の階層キラーでここ突破すれば、しっかりとねゼラ帰ってくるんでなおさら安心ですね。でまあ賞味なんかさ、烈海の化身とか裏異形とかやってるとキラーに対してやばいイメージあると思うんだけど、異形のキラーは全然やばくないんで、ちゃんと回復だけ挟みながら倒していこうと思います。ちなみに一番やばいのはこの後に来るグンダリからのヘラニクスですね。なんだかんだ言っても耐久力低めなので、まあロミア使いながら全力回復とか、ゼラ使いながら全力回復で対処していく必要があります。はい。さあ16階層来ちゃいましたね。じゃあここはロミア打ちましょうか。そうですね、やっぱロミア打ちたいんで、ロミア打ってあげてしっかり全力回復で回復だけ挟んでいきます。もうそこにある闇ドロップも全部回復に変えて、機能にコンボ含みながらの全力回復でいきますね。いきます。よいしょ。あ、ちょっと待って、キー消えたね。とりあえず OK なんだけど、これでよし、これでいこう。6コンボだけど、まあ落ち込んくるやろ。ナイス。でまあこれで回復は間に合いますね。オッケー、突破していく。で続きまして17階層ヘラニクスバース。オッケー、バースですね。バースは無効感組みながら倒していくだけなんですが、まあ、正直この編成7コンボ無効感ほぼほぼ必須みたいなとこあるんで、まあ、トリマーしげしげ打っちゃいましょうか。たまっちゃ、あーゼラたまっちゃうのか。じゃあゼラ打ちましょう。うん、ちょっともったいなさあるけど、もう仕方ないですね。ゼラ打ちます。キドロップの数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 か。 OK、 いきますね。めっちゃ一瞬でパズル組むわ。ちょっと待って、やばい。 OK、 これで超1含みながらの6コンボからの2コンボ加算で8コンボを確定で突破していこうと思います。ゼラナイス。まあバースが一番硬いんでね、ゼラに悪魔キラー振ってな、ゼラに悪魔キラー振ってるせいで、まあだから逆にいいですね。そして、クテルフですね。まあここロミアに回復5個を託してもいいんですけど、ちょっと正直ロミアが呼んでくれると思えないんで、ここはしげしげ打ちます。しげしげで回復5ない場合はロミア打ちましょう。まあさすがにそれはないですね。三色人なんで。でもここは普通に倒していきます。そこ間に光入れて、絶対に追い打ちを外さないようにして、ちゃんと倒していこうと思います。OK。追い打ちかける2ですね。まあ意味ないですけど。まあこれで火力は絶対足れると思うんで、キー3コンボ含む全力コンボで突破していきましょう。さあ OK、 ラストですね。19階層ヨグですね。ちょうどいいなヨグ。まあ、悪魔キラーを乗るんですけど、
まあ、正直パズル的に楽なんですよね。コマ打ってあげて、まあ、無効感含みながら全力コンボで落ち込んでみますね。いきます。落ち込んこなかったらその時考える感じでいきましょう。まあでもどっちみち落ち込んこなかったら多分倒しきれないと思うんで、ちょうどいいかな。うん、これで木の目覚めはなってると思うんで。あぶねー。よいしょ、これで OK？ OK ですね。はい、まあ木の落ち込ん来てほしいな、できれば落ち込ん。あざっすってなったらしげしげ打ってあげて、よし、落ち込むチャンス、落ち込むチャンス、もう一回いきましょう。で、まあ、正直多分耐えれると思うんで、次の攻撃、まあ、最悪落ち込まなくても大丈夫かなって感じはあるんですが、できれば落ち込ん来てほしいよね、やっぱり気持ち的にもね、楽なんで落ち込ん来てくれると。来い、ナイス、昨日落ち込ん乗ったね、これはいったかな、さすがに。ナイス、こんな感じで突破していきます。はい、まあ、ラストゼラ溜まってない場合はね、運ゲーですが、まあでもまあ別に突破できたんでいいでしょう。で、まあとりあえずこれで突破してあげて、まあわざわざね、そんなにやる価値のないね、異形の存在ソロっていうね。そういうことやったわけですから、まあここはね、経験値量楽しみにして突破していきましょう。おっと、ラストに落ち込んならない。厳しいね、現実は。まあでも、異形の存在なんで死ぬこともないですね。じゃあしっかりと組んであげて、これで突破していきましょう。じゃあラスト本題だね、こっから。どのくらい経験値がもらえるのか楽しみだな。行きましょう。はい、見ていこうと思います。さあ、ということで経験値、はい、570万ということで、まあソロでね、あ、600万もなったね、 5% アップあるんで、まあソロでしげしげでやって600万ってことは、4倍期間だったら1200万ぐらいですね。まあ相当もらえると思います。はい、でまあ何よりね、あの日頃やってるマルチとは違うくてね、あのパズドラパスのボーナスも乗るしね、まあさらに言えばラン経験値バッチつけてあげればよかったですね。これつけてあげるともっと安定感増えてね、間違えた、あの経験値はね増えるんでね、安定感増えないですけど経験値が増えるんで、もっといいと思います。じゃあそんな感じで今回の動画は終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。